はいどうも、全力絶叫 YouTuber、ビーモリです。喉の調子がね、かなり治ってきましてね。まあ、無事であれば今日のナイターから発狂できそうなんですけど、ちょっと今から練習で発狂しときます。はい。シュンチェルー！はい、ということで、まあそう、シュンチェルなんですよ。オリックスの後藤俊太選手と、中日の石岡亮太選手がトレードということで、うん、ちょっとオリックスの中でも本当トップクラスにね、押していた後藤俊太選手が、トレードに行ってしまうと、まあ、そろそろね、俊太選手の入団会見がね、開かれる頃と思うんですけど、中日のユニフォームを着る俊太選手を見たら、これ、実感が湧いてくるんじゃないかなと。そこで、ああ、本当に俊チュルはもうオリックスにいないんだなと。そこでちょっと本当に、来るものがあるかなと思うんですけど。はい、ただもう後ろを向いていても仕方がないということで、オリックスには中日から石岡亮太選手が来ます。で、この石岡亮太選手についてね、昨日の動画でもコメント欄で、どういう選手かちょっと教えてくださいよね。募らせてもらって、本当にたくさんの情報が来ました。で、僕の方でも石岡選手についてちょっとね、軽く調べさせてもらいました。まず、出身が神戸らしいです、神戸。地元ですね。神戸国際大からの JR 東日本です。JR 東日本はね、かなりオリックスの選手と結構ゆかりがありましてね。みんなにすぐ川端選手とか、島田選手とかね、吉田和正選手とか、で、今いる選手で言うと、西野正弘選手。さあ、誰西野正弘っていうつながりもあるのかなと。はい。で、2016年に中日に入団して、いきなりヘルニアを発症したんですよね。そっからその年は一軍出場を、できず、2017年にプロ初出場、無安打のまま負傷されたと。ここからはまた出場がなく、19年には、ヘルニアの手術を受けたらしくて、で、ここで育成選手に落ちてしまいましたと。で、2021年、まあ、二軍で好調を発揮し、ようやくここで支配下に復帰ということで、背番号00。一軍での出場機会はやはりなかなかなかったと。ただこれね、二軍での成績がこれかなりいいらしくてね。特に今シーズン、ウエスタンリーグで、4月に3割7分8厘を記録して、現在2軍では首位打者とのことです。1軍でも今シーズンちょろっと出て、まあ打席数は少ないですけども、打率3割を超えています。だからまあこれ、まあ俗に言う2軍の帝王ってやつですよね。その2軍では結果出してるけども、1軍ではなかなかその選手層などに阻まれて、出場機会を得られないと。もともと本職が一塁手で、まあ外野手もできるということですけども、まあ確かにね、中日は今ビシエド選手がいて、外野手は大島選手、岡林選手がいて、まあ確かにレギュラー奪取は難しいというところなんでしょうけども、身長188センチ、体重92キロということで、体は大きいですよね。んで、スイングも結構豪快なので、まあ当たればかなり、飛ぶんか。ホームランのね、オープン戦かなんか見ましたけど、かなり、ギータみたいな豪快なホームランをお話ししたんで、まだそのヘルニアの手術をした後にそれが今できるかどうかわかんないですけど、そういう魅力も秘めていると。で、なおかつ足も速いと。うん。まあ、一塁外野手の選手結構珍しく足が速いので、スペックを見ればかなりポテンシャルを秘めている選手、まあ、30歳なんですけどね。うん。まあ、ポテンシャルは選手なのかなとはね、思いますね。まあ、ね、二軍で実際打ってるわけだから、まだまだ、このまま終わる選手ないってのは間違いないですね。まあ、争おうとすれば、外野手、外野も結構埋まってるし、ファーストは今ね、確かにファースト今、T 岡田選手とかね、マックとか、あと、バレラベロとか、はい。おい、バレラベロうかうか知られへんぞ！またライバル来たぞ！バレラベロ居場所なくなるぞ！バレラベロ！趣味も書いてて、なんか AKB48 のファンであり、推しのメンバーは、島崎遥香、パルルですね。超絶可愛い！パルル！はい、僕はもう Wikipedia と YouTube のみで調べたこの薄っぺらい情報はこの辺までにしといて、ここから昨日コメント欄に集まった皆さんの情報を、読んでいきましょう。これ中日ファンの方から、石岡マジでいいよ。俊太が来るのは嬉しいけど、石岡出すのは狂ってるって思うぐらいいい選手。おー頼もしい！これ中日ファンが、これ、一生ガラスの狂ってるって悲鳴上げてるんですよ。これって、ま、その中日ファンからしたらすごい何だろう、悲しいと思うんだけど、俺、来る側からしたら、相手チームのファンが、それだけ必要としてる選手なんで出すんかっていう。うん、わざわざくれるんだぜ。いや、この情報、ありがたいですよね。石岡くんはポジションでなかなか出れませんが、マジでいい打者です。パリーグに合う選手なので、ぜひ頑張ってほしいです。ああ、パリーグに合う選手。まあ、確かにね、DH がないからね。まあ、それこそマックとか T を DH に回して、石岡選手をファーストで使ったりとか、ね、外野に使ったりとか。
まあ、今、増高選手が DH ちょっと言っちゃってるんですけど、増高選手の怪我が治れば、もしかしたら、石岡選手の出る幅も広がってきそうですよね。もともとはミスターフルスイング言わんばかりの超パワーヒッター。怪我の影響からが単打が多くなってしまったが、ウエスタンで首位打者。打撃センスは間違いないって言ってもいいと思います。かなり期待していただきに、すごくショック。なるほど、なるほど。やっぱ、怪我の影響でちょっと長打が少なくなっちゃったんですね。支配下に上がったばっかりですからね、去年ね。だから、これからその、徐々にね、その体も慣らしていって、もしかしたら、また長打力が復活する可能性もありますし、今後に行きたいですね。石岡はスタメンで固定すれば、日ハムの松本になれると思う。いや、首位打者取ってまうやん、それ。得点圏打率4割5分超えてまうやん。ゴーイズゴッド、石岡イズストーン。いや、マジっすか。ゴーになれるんですか。石岡選手は、マジで努力家だから、絶対活躍する。ああ、努力家いいじゃないですか。努力は絶対裏切らないですからね。はい。で、このコメント返信がいっぱい来てまして、上げ足取るつもりはないんだけど、それはプロ野球選手はみんな努力家だと思います。確かに。確かに言われてみれば。それはみんな努力するわな。プロ入ってる選手、それはみんな努力するわな。それは高校、大学とね、世代のトップを駆け抜けてきた人たちが、プロに集まるわけですから、トップ取るためには努力しちゃダメですからね。で、エヴァンゲリオンが相性です。なんか登場曲がなんかそれっぽいらしくてね。で、相性がエヴァらしくて。なんかそういうキャラあるのいいっすよね。はい。でも石岡さん甲子園で見たとき、かなりいい選手っぽかったから、オリックスも頑張ってほしい。抽象的すぎるやろ!かなりいい選手っぽかったからっつって。いい選手の時点で抽象的やけど、かなりがついて、ちょ、なんかまた、ぼやっとして、ぽかったって、もうその3つ抽象的なワード重ねられたらもうそれほんまか分からへんねん。まあ、いい選手なんだってのも伝えたいんでしょうけど、はい、ありがとうございます。石岡選手ですが、中日での最後の1軍の試合たまたま出ていたんですが、礼儀正しいし、中日野手で一番声が出ていた選手なので、応援したい選手だと思いました。頑張ってほしいです。ああ、礼儀正しいね。声が出ていた。大下選手みたいな感じですよね。打撃でいまいち一皮むけなかったものの、守備とか走塁とか人柄とか好きだったんだよな。あ、なるほどなるほど。だから、人柄を結構押す声も多いですよね。礼儀正しさとか。まあ、それは、すごい、好材料ですよね。どんだけプレイが良くても、性格に問題があったらね、それこそ神のお告げとかしかねないし。で、コーディみたいに、友達がいなくなって、壁と会話したり、キャッチボールしたりとかも、あるんでね。その心配はなさそうですよね。壁とキャッチボールしたりする心配は。この辺からちょっと抽象的かつ、人柄系のね、なんか、もうちょっとプレイについて、ね、聞かせてもらいたかったんですけど、はい、ちょっと心配になってきたんですけど、石岡はミート上手いし、足もそこそこ速いんで、まあまあ期待しててください。そこそこ、まあまあっていらんやろ、それ別に。そこズバッと言ってくれよ。うん、ズバッと言ってくるの不安になるわ。そこそこ、まあまあって。まあまあ、期待しときます、じゃあ。おいおい、ちょっと中吉ファン。もうちょっと俺安心させてくれよ。あ、めちゃくちゃ具体的な、コメントきました。打てる、かっこ1軍打率3割6分。そう、打数は少ないけど3割6分打ってる。俊足、盗塁も OK。一塁守備はまあまあです。うん、まあまあでいいよ。外野守備には期待しない方がいいです。腰に不安あり。うん。長打はそこそこ。あ、これだけで具体的に打ってくれた方がね、ほんと、助かる。うん、なるほどね。まあ、これが多分全てでしょう。うん、まあ、俊足ないですよね。だから、ダイソーとかでも使えるってことですよね。だから、それこそ代打とかでもね、使えそうですよね。ここぞという場面で、今、ジョンジーがいないからさ。で、もう代打他誰使うかって言っても、そこまで確実性のあるバッターって今いないじゃないですか。ってところで、ここ一番で出てきて、なんか仕事をしてくれそうな。それこそホームラン別にいらないですよ。うん。仕事さえしてくれれば。それこそ楽天の銀次選手みたいな感じでね、ホームランないじゃないですか。そういうところも石岡選手になってくれたら嬉しいですよね。なんでじゃあ俺の中では、石岡選手はこれもジョンジー2世ということで、期待してよろしいですかね。走れてそこそこ守れるジョンジーで、よろしいですか?はい。ちょっとこのコメント見てもう確信しました。走れて守れるジョンジー、いいっすか?うん、ジョンジー帰ってきた、ほんま!